崎チャンネル。こんにちは。さあ、月曜日、早朝というお時間ですけども、今日はですね、最後にですね、中田選手、巨人で、トレードされて、禁止明けっていうところの、ま、問題でですね、ちょっと、里崎的に、気になったこととか、思ったことがありますので、それはですね、一番、最後の方に話しますので、ぜひ最後まで、見てください。あと、今回ですね、ちょっと夏休み最後ということでですね、ちょっと子供との夏休みの時間をですね、取ったので、ちょっと見れてない試合がありますけども、そこら辺はちょっとご了承ください。というところで、近土日、見れるだけで総チェック、ね、確認できるところやってきました。じゃあ、まず、パリーグから、ソフトバンクロッテ、20日3対5でロッテ、そして21日8対6で、ロッテ、そして、22日4対2でソフトバンク、ソフトバンクの1勝2敗、負け越し、ロッテの2勝1敗、勝ち越しってね、いうところになりましたが、8月20日、5対3でロッテ、ね、ロッテ2期、5回3分の2、77球、7安打3三振、無四球2失点と、まあ、カウント負けしないように、ストライク先行でどんどん勝負できた、ね、ストライクに投げ込んだっていうところは良かったですね。で、まあ、有利なカウントで、まあ、投げれた。ただね、まだ、ちょっとストレートがね、物足りないっていうところで、もうちょっとね、勢いあるストレート投げ込んでいければ、もっとね、本来の2期らしいピッチングがね、できるんじゃないかと。で、ソフトバンク。連勝中だけども、まあ、そこまで打線ね、これまでも繋がってなかったんだよね。まあ、日本ハム戦、ノーヒットノーラン、しながらね、引き分けっていう試合もありましたし。で、この日のね、キーポイントはここです。7回裏、ね、ピッチャー国吉に代わって、中村、ライトへね、ツーベース。で、松田、バンド。で、ワンアウト三塁を作って、甲斐三振。で、今宮三振というところでね、まあ、対日本ハム戦の時にね、スクイズ失敗、ワンバン投げられてね、ロドリゲスにね。で、スクイズ失敗してることによって、ちょっと動けなかったかっていうね、ここで1点取ってれば、ね、ソフトバンクが勝てた試合だったんじゃないかなと。で、ロッテね、リーフ陣、よく踏ん張ったっていうところでね、9回ね、2アウト、1、2塁、3ボール、1ストライクからね、最後、エチバリアが、ね、フォーク、浮いてきたところをね、スリーランホームランっていうところでね、このリリーフ陣の踏ん張りっていうところをね、活かせたかなと。逆にね、ソフトバンクピッチャー岩崎ね、まあ、ここね、四球でもいいからって、フォアボールでもいいからっていう意識があればね、もうちょっと低めに投げれたんじゃないのかなと。ね。まあ、2アウト1、2塁。まあ、最悪で3ボール1、こうね、ストライク取りに行ってしまったっていうね。これをね、エチバリアが。まあ、エチバリア本人はね、ストレートと思ったっていうぐらいね、もうということは逆にね、ストレートタイミングが合ってなかったっていうところだし、あれ低めに投げとけばね、振った可能性もあるところでね、ちょっとこういったところのね、意識、もうちょっとね、高く持っていってもらいたいなと。で、8月21日、土曜日っていうところでね、まあこの日も6回まで5対0、ね、もうロッテ、ほぼ終戦かっていうね、ところでこれ終わったかなっていうところで、7回、ね、先頭山口、ね、三森悪送球、ね、これは音にしとけば、ね、悩んだり出てから、エチバリアフォアボール、でね、岡がセンター前のタイム、ね、ヒットを打って満塁、ね、ここで藤岡、アウトにとって追いけるかなっていうところで、香山の押し出しのフォアボール。これ痛かったね。で、ピッチャー甲斐野に代わって、荻野を抑えて、お、これいけるかなっていうところで、藤原のライトへ2点タイムリーヒット。このね、藤原が本当に最近大活躍で、いい形。で、中村ね、タイムリーということで、5対0から、一気の同点。ね、おらららららら、っていうね、ところになりましたけども、で、ここでね、ソフトバンクのキーポイント。ね、こちらです。ね、8回裏、柳田、ハーマンからね、レフト前ヒット打って勝負どころというところで、シュートがね、ダイソー出てきて、すかさず盗塁、オッケー、ノーアウト2塁になって4番栗原、ここでなんと、バントです。ね、それまで栗原、結構当たってたのにバント。まあね、オリンピックのバントが意識あったのかな、ベンチにもね。そのまま出してもよかったかなと思うけど、まあこれは結果だ。でもね、ここで一番大事なのは、このね、バントかバントじゃないかね。周東が飛び出して、まさかのアウト。しかもバッターね、空振りしてないのにね。しかも、ノーアウト二塁。ね。で、周東の足、考えた時に、三塁でアウトになるのはタッチプレーだから、かなり難しい。そして、守備側としても、周東の足を理解してるからこそ、サードってタッチプレーで言うのは、かなりリスクあるから言いにくい。そこまで考えてやると、あそこまで慌ててね、行く必要なかったんじゃないのか。ノーアウト、1、2塁でも、バット引いてるからね。それを、まあ足のスパス、足のね、スペシャリストとね、言われるシュート、
であれば、あそこまで慌ててやる必要ないかなと。こうもね、5対0から追いつかれて、ベンチも含めた焦りがね、ここ出てんじゃねえかなと。で、アウトになって。で、その後ね、3ボール2、0ストライクから、栗原が打つのよ。ね、ほら、みたいなね、感じのファンの人はなるかもわかんないんですけども。で、まあ、ツーベース打って、デスパイのフォアボール。で、中村アウトでね、3アウト。その前にもね、栗原が3投して、ね、アウト。ビデオ判定、ね、リクエスト。見た感じ。あれ足、入ったかな？まあ、でも、どっちやるな。このね、グラブの、ちゃんとじゃなくて、この、この端っこでもね、触ってたらアウトだからね。この端っこが触ってたのと足でってなるとね、ちょっとギリギリかな。よくわかんない。でもね、あれね、審判のジャッジが、もうセーフだったら最初、そのままセーフになってたと思いますよ。ね。で、結局このバタつきでね、1点も取れないで、で、9回表、ね、ピッチャー、岩崎、ね、よし、昨日のリベンジっていうところでね、沖野センター前で、藤原バント送って、で、中村ショートゴロ、ね、アウトの間に三塁、ツーアウト三塁行って、レアードのプロンプロンプロンっていうね、シフトが裏目に出て、もうね、やることなすことついてないっていうね、ところで敗戦。で、その後佐藤としては、ツーランホームラン、佐藤、ガッツ、ホームラン、ね、守備もちょっと頑張ろうっていうね、ところで勝ち越して、わーっとこれ、3連勝行くのかと、ね、開幕戦のやり返しになるのかっていうところでね、22日4対2でね、ソフトバンク勝利やらさないよっていうね、ロッテのロメロね、この日加入初登板っていうところで、まあ投球内容見たら、コントロールはまあアバウトだね。で、変化球の腕の振りかなり緩むね。で、まあ、勢いのピッチングっていう感じだね。まあ、昨日の試合見てるとね。だからまあ、調子次第かっていうところはあるけども、まあ、防御率が悪いからね、日本に来てでも。だからそういったところはね、調子次第かっていうところはありますけど、まあ、次回の登板もね、ちょっとチェックしなきゃいけないな。っていうところですよね。で、まあね、ロッテの攻撃、3回表、ノーアウト1塁から荻野ね、スタートを切って藤原のレフトへのツーベースで一気にホーム。ガッツ。ナイス、それね。この1、2番、最近ね、マーティンがいない中、強力になってきてるかなと。で、ソフトバンクはね、その後、栗原がね、ライトへ、ホームラン。ね、これやっぱカーブね、腕の振りが緩むっていうね、ちょ皆さんね、もし見れたら見てください。ね、そこをね、まあ、だからっちってね、打つのは簡単じゃないんですけど、やっぱ分かりやすいっていうところはね、対応しやすいっていうところにつながって、まあ、ホームラン。でね、ロッテ、5回表、ピッチャー交代、高橋で、ワンアウトから、藤原フォアボール、中野フォアボール、あらららららと、で、レアード、ライトへタイムリーね。これまたシフトの逆を言ってね、裏目に出るっていうね、いつまでこうね、ずっとガンガン酔うのかなっていうところありますけども、で、ピッチャーね、ここでね、加山、で、佐藤、ライトフライ、で、ピッチャー交代して、つもり、エチェバリア、ショートゴールと。ここでね、ロッテはトーンと押したかったね、ところがね、このリリーフ、加山、つもりよく踏ん張ったかなと。加山もね、前の日ね、こう、フォアボールを出してっていうところがあったけどね、そこをね、よく踏ん張れたかなと、思います。でもこの1点でね、いやー、ちょっと流れ悪いな、ソフトバンクって言ったところで、すぐさまね、5回裏ね、三森はレフト前で、盗塁して、ちょっとロメロね、でかいんだよね、ホームがね。これちょっとね、左って言ってもね、まあ、ソフトバンクのホンダはね、コーチ今の。左の方が走りやすいって言ってたからね。ちょっとホープがでかいね。で、盗塁して。で、川島バント。これをね、ピッチャーロメロがエラー。ね。で、ノーアウト一三塁だって柳田。ね。柳田じゃないよ。柳田だよっていうね。わかってます。柳田です。ね。センター犠牲フライ。で、栗山がね、ライトでツーベース。おーって一気に行きたいっていうところで、ここピッチャー交代。アズマ。ね。デスパ三振。で、中村三振。ガーッとね。ここでね、踏ん張って、おー、なんとか踏ん張ったなっていうね。でもこのね、中で、8回裏、ね、ピッチャーハンマー出てきて、デスパフォアボール。やっぱフォアボール絡むとっていうね、で、ダイソーシュート、きっちり盗塁、ね。まあ、盗塁はね、もうグッと、ね。で、中村、ライトフライ、今宮、ショートフライ。この中村も進塁打打ちたかったよね。でもその後、代打長谷川敬遠して、代打マッチが初球、レフトへタイムリーツーベース、ガッツポーズってね、3連敗阻止みたいな感じでしたけど、これは非常にね、大きかったかなと。でもソフトバンクはね、1回3回5回ともう攻めあぐねっていうね、ダブルプレー前ながら、もっとね、余裕な展開っていうと、やっぱちょっと打線の絡みがね、やっぱここ悪いのかなとね。で、ロッテはね、ちょっとミスがちょっと出てきたよと。初回ね、エチェバリアのゲッツーね、これまあ軽く投げて、それてランナー残すとかね、その後ね、中村、こう取れたけど取れない。まあ、結果ヒットだけどね、っていうところでね、で、ロベロのピッチャー。ちょっとこういうミスがね、雑な野球すると、そこで敗戦につながっていくから、そういったところはね、しっかりやっていってもらいたいなと。あと気になったのがね、9回ね、和田、盗塁ね、2点差で盗塁、まあ足が浮いたからね、アウトってリクエストになりましたけども、まあタイミングがセーフだったけど、2点差であれをね、盗塁する意味はあるのかっていうね。で、結局アウトで終わってるからね。ホームラン打てば同点になるわけ。あれ1点差だったらわかるね。
でも2点差で盗塁する意味は俺は全くないんじゃないのかなっていうところでね、もうちょっと考えていかなきゃいけないんじゃないのかなと思いました。結果ね、2勝1敗でロッテの勝ち越しでした。続いて、日本ハム対楽天。20日、3対3で引き分け。21日、4対8で楽天。で、22日、2対1で、日本ハムというところで、1勝1敗、1分けでしたね。で、20日、3対3というところで、楽天ね、田中将大、ね、7回116球、5安打5三振、2四球2失点。で、日本ハム先発、加藤、6回93球、6安打4三振、1四球2失点。両投手ともグッと好投。ねえ、まあ、すごく素晴らしい投げ合いでしたけども、援護点なくね。どちらも勝ちつかずっていうね、加藤もマークもそうですけど、今年ちょっとね、援護点に恵まれないっていうね、いいピッチングしてる中でね。で、その中ね、日本ハム野村、3回ね、ツーラン、ストレートね。で、8回、ソロ、ね、2発ね。早い球ね、強い球にね、非常に素晴らしい。で、それをね、センターへ持っていってるっていう非常にグッドバッティング。ね。で、楽天、5回、ね、攻撃のうまさで2点っていうところでね、ワンアウトからね、茂木がセンターツーベース。で、オコエね、レフト前。で、ワンアウト1、3塁になってオコエがね、盗塁。ね。この中で、まあ2点差でっていうところでね、この盗塁っていうところが非常に良かった。ね。で、これね、全然セーフなのに、ね、ショート石井がリクエスト要求でね、リクエストして結局セーフになったけども、これもベンチも難しいよね。選手から要求されてやらないとね、この信頼関係にならないし、でも全然セーフだったんだよね。これ一回もったいなかったかなと思いました。でね、隅田にライトへタイムリー。で、ワンアウト一三塁になって、この辰巳のね、ピッチャーゴロ、三塁ランナーお声がね、グッドスタート。ね。あの、2エンド2からね、絶対三振しないぞっていうところね、このバランス崩れながらもね、こう当てに行って、もうバッティングスクイーズ的なみたいな感じで、オコエのね、素晴らしいスタートっていうところで、このオコエの足でね、2点目をもぎ取ったっていうところで、このうまいね、野球、この2点の取り方っていうのは非常に素晴らしかったかなと。あとね、日本ハムの完全勝ち試合で、9回杉浦出てきて、ね、4四死球で押し出し、っていうね、そっか、こう勝ってたのにっていうね。で、まあ9回裏ね、杉谷、セカンドベースね、踏み替え忘れ。ね。これよくね、セカンドの浅村。で、あと鈴木大地ね、ファースト。こうやって指差してたからね。よく見てたなっていうね。こういうとこ見とくのもさすがね、プロなのよ。杉谷はね、ボアヘッドかなって。こういったところがね、勝ちきれないところが、やっぱこういったところでね、感じがね、やっぱ最下位にいるのかなっていうね、ところはありますよね。で、21日、ね。4対8で楽天。ね。ちょっとこの試合見れてないんですけども、日本ハム伊藤、5回6失点。ね。打ち崩した楽天。グッパって。ね。ちょっとこれはね、オリンピック明け、ちょっと心配だね。この伊藤の打たれた感じ、次回登板どうなるのかね。で、22日、2対1でね、日本ハムね。日本ハム噂はね、7回118球、5安打2三振、2四球1失点と。まあ、前回ね、登板も悪くなかったんで、まあ、やっと勝ちがついたかなっていうところと、まあ、日本ハムはね、ちょっと残塁がね、目立つっていうね、こういったところポンポンポンってやっていくとね、チャンスは作ってるだけにね、もうちょっと優位な試合展開できたかなと。で、楽天ね、枠井、2回で交代っていうところで、まあね、初回ね、エラーもあり、ちょっとアンラッキーだったんだけどね、でも投球自体にちょっと力感がなくね、ちょ、下半身がこう、ぐっと踏み込めてない。あとなんか投球緩いし、体重乗ってないっていうところで、まあ再調整するかどうかっていうね、報道も出てましたけども、どうなのかな、ちょっと体にね、キレがないのかなっていうところはね、感じましたね。でもちょっとアンラッキー、初回がね、あれもし0点で抑えてたら、そうって言ってた可能性もあるんでね、ちょっともったいなかった。その初回ね、西川ね、ファーストゴロエラー、ね、鈴木大地ファンブル、ね、ランナー残って浅間ライト前、で、ノーアウト1、3塁になって、で、野村のね、ショートゴロ、小深田ね、こうセカンドフィルダーショーツ、あれ、前に出てこなきゃね、待ったら無理よ。まあ、確かにね、浅間のね、走塁も早かったけども、待ったら無理よ。前に出ていかなきゃっていうね。でも、その後ね、この近藤センターフライ、で、ワンボールを抑えてね、ここをね、1失点で乗り切ったっていうのは非常に良かったかなと。でも、このね、ワンボールのショートライナーで、ファーストランナー野村が、めちゃくちゃ飛び出すっていう、セカンドが変えれてんのに、バーッと。そこ、雑なのよ。野球か。もうちょっとやんないともったいないよ。ね。まあ、結果、1勝1敗、1分けでした。さあ、続いて、オリックス対西武。20日、2対1でオリックス。21日、2対0でオリックス。22日、10対3で西武。2勝1敗でオリックスの勝ち越しになりましたね。20日、2対1、オリックス。山本、9回126球、3安打13四、1四球1失点。完璧。もう、完璧です。ね。まあ、その中ね、岸が、よくホームラン打ったなっていうね、素晴らしい。ね、で西武、松本、7回114球、5安打6三振、3四球、1点。こちらも良かったけどね。まあ、その中でね、3回、7回、ね、四球もあってね、フォアボールもあって、まあ、崩れるかなと思ったけどね、まあ、よく踏ん張ったかなと。ここはまあ成長してるとこかなと。あと3回ね、2アウトから1、3塁からね、杉本、
甘めに入ってね、ストレート。でもしっかり投げ込むことによってね、三振奪ってるし、7回ね、ツーアウト満塁から胸。ここもね、甘めに入ったストレートだったけど、しっかり投げ込んだことによって、レフトフライ。こういうピッチングやってきたよね。非常にね、負けはしたけども、素晴らしいピッチングだったかなと思います。でね、オリックスはね、3回裏、ワンアウトから、紅林フォアボール、福田、ライトフライ。で、胸、セーフティーバンド、サード、グッチ、ナイス。ね。で、吉田、初球のスライダーね、ライトへタイムリーヒットでね、このそつない。このね、胸のね、バントっていうところもね、ツーアウトから非常にセーフティーバンドね、良かったかなと。で、8回裏ね、ピッチャー森脇、ね、吉田、ライト前、杉本、センター前。で、T 岡田、バント、キャッチャーフライ、バーって。ね。足が固まってたよ。足上って、上だけでやってね、それがね、結局、フライにつながったかなと。でね、ここ、0点。もう1点取れてたよ。まあ、勝ったからいいけどね。でも、森脇ね、よく踏ん張ったから。ね。で、9回裏、ピッチャー、タイラー。ね。ジョーンズ、フォアボール。代打、山足。バント失敗。16、アウト。バーンと。バント、ちゃんとしなきゃ。ね。で、福田レフト前、で、胸センター前。で、吉田、センターへ。さよなら、犠牲フライ。というところでね。まあ、このミスもありながら、まあ、しっかり勝ち切れた。これはもうすべてね、山本の好投にね、繋がってるかなと思います。21日、2対0。もうね、これはね、宮城、グッと。もう宮城がね、もうグッピッチング。もうね、これだけです、この日は。なぜなら、見れてないって。すいません。22日、3対10で、西武。ね。この日、西武。もう初回ね、中村の満塁ホームラン。ね。22回目。自分の記録を更新。22回。すごいね。俺何本打ったかな ?4 本。倍じゃない。5倍以上。すごいね。で、その後ね、まあ、2点取ってね、こうオリックスも追い上げるかっていうところで、まあ、3回ね、岸のスリーランホームラン、これでね、まあ、勝負ありっていう感じだったかね。で、まあ、西武はね、与座、ね、まあ、低めにね、投げて、緩急もつけて、非常にね、まあ、2回でね、2失点したけども、いい感じでね、勝ち投手っていうところで、まあ、これをね、続けていくことによって、先発の厚みが待つんで、まあね、パナソニックでも、ね、お兄ちゃんが頑張ってるから、ぜひね、頑張ってもらいたいなと思います。でね、西武、水上、ね、新人、デビュー14試合連続無失点。グッド。ナイスピッチング。いい形でね。ちょっとね、リリーフはね、うまく、こう流れが回ってないっていうところでね、こういった水上とかね。あと、増田がね、この日で、無安打で抑えたっていうのも、西武としてはね、まあ、ちょっと打ち込まれてたんでね、明るい残量。逆にギャレットはね、ちょっと失点しまって、そこら辺がね、ちょっとバタつきがあるかなっていうところで、まあ、ここら辺をね、いい選手を含めてね、実績だけじゃなく、回していきたいなっていう感じはありますね。まあ、結果、2勝1敗、オリックスの勝ち越しでした。続いて、広島対ヤクルト。ね、20日、5対4で広島。21日、8対3でヤクルト。で、22日はね、雨天中止っていうところで、1勝1敗、5分っていう形になりましたね。で、20日、5対4で広島。ね、ヤクルトはね、完璧な試合展開のはずが、ミスで白星するり。ね、広島。ね、なんとか頑張って一気に追い越したっていうね。まあ、ね、ヤクルトはね、2回、村上のホームランで、3回本山レフトへホームランで、4回また村上のライトへホームランで、5回青木タイムリーで1点って、もう完璧な試合展開。これはもう勝ちましたねっていうところでね、まあ、一気にね、6回裏5点広島に取られるんだけども、その前に広島ね、クリ5回77球並んで4三振4失点と、まあ、8月14日が対阪神戦、全試合と同様に、ちょっと球が高くて、ちょっと曲がりが少なくて、ちょっと切れないのかなっていうね、感じに見えましたね。できました。6回裏一気に5点というところでね、ピッチャー田口、ね、菊池がホームラン。まあ、この時はね、まだまだっていうね。で、代打、中村ね、ボテボテの、キャッチャーゴール内安打。ね、野間レフト前ヒット。で、ノーアウト一塁から、長野、ね、ショート、タイムリーエラー。ね、これ一個でもアウトにしときたかったね。で、ノーアウト一三塁、子供がね、センタータイムリーヒット。で、ピッチャー、王者に代わって、ノーアウト一塁、ね、鈴木誠也。まあ、結果、レフト前タイムリーだけども、ね、サード村上のグラブの下をね、通っていて、これ、通ってたらダブルプレーだった可能性は十分あるよね。で、ノーアウト一塁になって、坂倉バンド。で、松山がね、ライトへ犠牲フライで逆転っていうね、このエラー、ショート、本山、サード村上、結果エラーになってないけど、このミスがね、痛かった。それで一気に逆転っていうところになったんでね。まあでも広島はね、そのミスをね、ついてしっかりね、ものにしたっていうところは非常に良かったんじゃないかなと。で、21日ね、3対8で、ヤクルトの勝ち。ヤクルトね、16安打っていうね、ところで、まあ、青木がね、5打数4安打、山田5打数2安打、村上4打数2安打、オスナ5打数2安打、中村4打数2安打、サンタナ4打数1安打、1ホームラン2打点、ね、で、本山もヒット打って、
で、川端も代打でヒット打って、で、渡辺も途中でヒット打って、16アンダーすごいっていうね、お、雑な解説だなーって思ってて、ちょっと土曜日見れてません。すいません。試合ね、見れてるのと見れてないのがあるんですけど、見てないんです。子供との夏休み過ごしました。すいません。そこも大事じゃないですか。ね。はい、というところで、結果、1勝1敗、広島の勝ち越しでした。短くて、すいません。来週、しっかりやりますんで。続いて、中日対阪神。ね、20日、6対0で中日。21日、6対2で中日。で、22日、2対0で阪神。中日の2勝1敗で勝ち越しでした。20日の試合、6対0で中日ということで、中日柳、9回147球、4安打7三振、1四球、無失点と。まあ、ストレートをね、コースにしっかり投げて、変化球はね、低くコースにっていうし、グッと。非常に素晴らしいピッチングだったかなと。まあ、本人団としてはね、中盤良くなかったってね、言ってましたけど、確かにね、中盤、甘めに入ることが多くなったなっていうところはありますけれども、腕がね、体に巻きつくようにしっかり触れて、ね、バッターはね、ストレート変化球の見極めがつかず、タイミングが合わせきれなくて、凡打にね、なっていったっていうところもあるんで、そこもほぼね、ちょっとコントロール甘くなったっていうところがね、中盤バタバタしたっていう、多分本人団だと思いますけども、そういったフォームがね、しっかりしてることによって、相手打者がね、ちょっと打ちにくかったんじゃないのかなと思いますね。まあ、中日ね、2回裏一気に5点っていうところでね、まあ、このね、5点っていうのがね、大きかったかなと。ね。まあ、先頭ね、福留、フェンス直撃ね、ツーベース、打って、まあ、ここが西がね、ちょっとね、制球甘くなったかなっていうね、ちょっと切れなかったのかなっていうピッチングに見えましたけども、100勝前にね、これ4連敗、ちょっと足踏みかなと。ね、福留ツーベース。でね、どの上、糸原ね、ファンブレにより、一三塁っていうところになりますけど、あれでも取ってても、セーフっぽかったけどね、ファーストね、ピッチャー入るのも、あれ難しいよ。ね、まあ、ファーストサンドがね、取ると思ったのかな。まあ、でもあれね、取っとかなきゃいけないよね。仮にセーフになったとしてもね。で、その後、木下がね、センター、タイムリーヒット。ね。で、溝脇、しっかりね、送りバントを決めて、ワンアウト1、ワンアウト2、3塁になって、大山のね、フィールダーチョイス。あれ、握り替えなかったら、どうかっていうところだったけども、ね、どの上、ヘッドスライディング、ガーッと、もうヘッドよ。あれよ。ね。あれ言っとけば、もうセーフなのよ。ね。で、まあ、ここ、まあ、ミスね。で、強打。レフトへね、タイムリーヒットを打って、で、渡辺三振した後にツーアウトになっても、ここでね、大島がしっかり、レフトへね、2点タイムリーツーベース打つっていうね、こう、中日のね、最近のいい形はね、こう、もう一本の一本、ね、ここで一本、ツーアウトからの一本っていうところがね、非常によく出てる。だからこれがね、勝ちに繋がっていってるんじゃないのかなと。あとはもうね、柳がいいピッチングしてるんで、非常にね、もうトントントンっていくだけだったかなと。あと、阪神ね、ライト佐藤ね、初回、ツーアウト2塁からビシエのライト前ヒットをね、まあ、あの、ホームへね、ナイスローでアウト。ね、この21日でものポロンチョしてね。だからね、佐藤はね、スローイングに、自信あるんだよね。で、コントロールもいいんだよね。だから次の塁をね、焦ろうとして、ボールを見ないで次の走者とかを見てしまうことによって、ああいうね、この21日のミスが起きるんだよね。だからね、しっかり取ってからでも全然大丈夫だから、まずそこ丁寧さ欲しいね。しっかり取ってから投げるっていうね。ちょっとランナーとかこうね、取る前に確認しすぎてね、打球がちょっと自分と予測の違うね、変化とか転がりとかスピードとかした時にミスが起きてるんで、そういったところはね、修正一つだから、あの、直せると思う。その後のスローイングに自信があるんだから、多分ね、簡単なことだと思うんだよね。で、21日はね、6対2で中日の勝ちっていうところでね、まあ、ここね、あの、どんな試合だったかっていうとね、いい試合だったのよ。ね。田島、ね。勝ち投手、ね。田島福、祖父江、又吉、マルテンスね。非常にロドリゲスの後をね、あのリリーフしっかりね、繋いで、無失点でね、勝ち切ったっていうね。打線はどうなの？お、アリエル・マルテンスが打ってるね。どの上、お買い出す。お、微増脇4打数4安打ね。素晴らしいバッティングだったかなとね。まあ、この試合見れてないんでね、こんな浅い解説になりますけども、6対0で中日の勝ち。ね。で、22日ね、2対0で阪神の勝ちっていうところでね、もうこちら阪神秋山ね、7回90球、4安打5三振、1失球、無失点とね、あの、球数も少なくストライク先行で、コントロールもね、低め、そしてコースにっていうね、非常に素晴らしかったかなと。もうね、こう、中日打線にバッティングね、させてなかったね。そういったところで非常にね、素晴らしいピッチングだったかなと思います。で、中日、小笠原もね、8回96球、5安打3三振、1四球無失点でね、こちらも球数よく、球数少なくね、非常に素晴らしいピッチング、グッと、だったんだけども、ロハスのホームラン。で、サンズのね、セカンドからの1点、まあ、ここは仕方ないとしても、まあ、粘りの投球できたけども、まあ、それ以上にね、秋山のピッチングが良くて、まあ、援護点なかったら、まあ、仕方ないかなと。でも、これはね、小笠原の次回の投球もね、素晴らしく期待できると思うんで、ここはね、要チェック。
ですよね。で、阪神ね、佐藤、7回裏ね、ビシエドのね、セカンドね、糸原がちょっとね、こうダイビングして弾いて、こう、打球が変わったところもね、しっかり丁寧に取ってセカンドスローでアウト。これよ、これよ。素晴らしい。あそこね、7回ね、ノーアウトだったんで、あれもしね、ツーベース出てたら、ひょっとしたらね、中日がポンって逆転とか同点に追いついたかも分かんなかったんで、あのプレーをね、非常に素晴らしかったと思う。あれぐらい丁寧にやればね、その後のことはできるんで、このね、いいとこと悪いとこがね、佐藤の守備においてはね、この3連戦出たかも分かんないけども、非常にね、もう簡単です。ね、慌てない。ね、これです。そうすれば、すべてがパーフェクトにできます。ね、っていうところで、結果ね、2勝1敗で中日の勝ち越しでした。続いて、巨人対 DeNA。20日、1対6で DeNA。で、21日が2対7で DeNA。そして22日、4対4の引き分け。2勝1分けで DeNA の勝ち越しっていうところになりましたね。で、20日、6対1で DeNA。ね。DeNA、京山。5回83球、5安打4三振、3四球、1失点と。まあ、立ち上がりね、ちょっと制球ばらついてんなっていうね。この日日本放送で解説させてもらってましたけど、ばらつくなっていうところでしたけど、巨人ね、2回裏、岡本ね、レフトでツーベース。でね、中地ね、センター前ね。で、桑原がね、その前のね、ダイビングで取ってるね、前の試合に取ってるっていうところで、これ飛びつこうかな、飛びつく前かどうしようかなって言って、中途半端に行って、ポローンちょってなってね、これエラーで、岡本がね、ホームに帰ってくる。ね。でもその後ね、大城フォアボール。で、ウィーラーがね、スリーボール、ツーストライクからね、フォークボール、スプリット系ね、ショートゴロ4-6-4-3のダブルプレイね。で、4回裏、ツーアウトから中地がレフト前打ってるんで、大城またフォアボール。で、ウィーラーがね、スリーボール、ツーストライクからインコースのストレートね、あそこしっかり投げて、ショートゴロ。このね、2個がね、キーポイントだった。ここがね、京山がしっかり踏ん張れたことで勝ちにつながったね。あそこもしウィーラーにポーンって一本打たれてたら、ひょっとしたら負けてたかもわかんない。あとね、このね、京山がね、スリーボール、ツーストライクから、このストライクゾーンの中で勝負できたっていうところも、勝ちに結びつけて、非常にいいピッチング。このね、4回裏のこの3ボール2ストライクからインコースのストレートね、投げていくっていうね。しかもこれは、この2回裏の3ボール2ストライクでスプリットを投げてるっていうところもあったと思うんで、このね、うまくの違い、あと京山がついてこれた。これはね、キャッチャー山本もね、非常にね、素晴らしいリードだったかなと思います。DeNA もね、1、2番の連動でね、一気にっていうところで、5回の表ね、ワンアウトから桑原ね、レフト前。で、森がね、この、左中間にスリーベース打つんだけども、これね、一気にね、三塁へ行ったのが、グッド走塁。これね、中継が、ホームにリレーで、ホームの方のリレーしてきてる中を、まあ、それを見たのか、いけると思ったのか、回ったことによって、この、くの字でね、中継しなきゃいけなくなって、そこでワンテンポ遅れてね、三塁セーフになったかなと。で、佐野がね、まあ、スリーボール、ノーストライクになった時点で、まあ、申告敬遠でフォアボール。で、ワンアウト一三塁になって、オースティンがセンター前ね、このツーストライク後、アウトコースのストレート、これね、ストライクボールギリギリのところ、ひょっとしたらボールだったかもしれない。それをね、パワースイングじゃなくてね、軽打でポンとね、反対方向。これはね、見事。ね。で、タイムリー。で、宮崎がね、レフトへ、犠牲フライで3点目。っていうところで非常に大きかった。で、9回ね、牧、レフトへね、ツーベース。な、出番がね、限られてる中、代打とか突出必要で、こうやってね、非常にいい結果を残してる。ところがね、その後の試合に繋がっていってるんで、これ牧はね、今ね、我慢のしどころだけども、非常にね、素晴らしいバッティング、できてるかなと。あと DeNA はね、シャッケルフォード、砂田、山崎、で、平田。これね、ノーヒットピッチング、グッドリリーフ。ね。でね、まあ、巨人打線、全体的に、ちょっとストレート狙いだったかなと。特に、リリーフ陣、結構ね、ストレート1、2の3で低めの変化球のボール球、結構空振りしてたんでね。でね、まあそこが対応しきれずっていうところかな。でもそれをね、キャッチャーの山本がね、よく見てね、リードしきったなと。あとはね、そのさっきのね、そのウィーラーの1打席目、2打席目の変化とかね、非常によく見て山本はリードしきった。あとはね、もう打つだけよ。あとこのね、ワイルドピッチの後、しっかりね、フォークでね、重信を打ち取ったっていうところも、ワイルドピッチしても同じ球でもう一回行く。バッターはね、ひょっとしたらまっすぐちゃうかっていうところで空振り三振。こういったところのリードも非常にいいんでね、あとは打つだけよ。なんとかバッティング、頑張って。ね。で、21日、7対2で DeNA っていうところでね、まあ平田がね、勝ち投手。ね。ほら、牧がホームラン打ってんだよ。ね。外もホームラン。こうやって牧もね、こうやって続けていけばね、いいところ出るんで、ね、こういったところをしっかりね、継続していってもらいたいなと。まあ土曜日試合見れてないんで、ごめんなさい。ね。で、日曜日の試合ね、この日もね、牧はね、スタメンで出て、3打数1安打ね、1打点っていうところでね、非常にいい活躍もしてますし、まあ DeNA のね、先発今永、7回112球、5安打9三振、無四球4失点と、まあいいピッチングだったんだよ。前回の登板と一緒ように。でもね、ホームラン3発、ね、沈むっていうね。まあ、もったいない。調子がいいだけにね。初回丸のソロ。で、7回裏ね、中田、伊勢、伊古初のね、ツーラン。で、ウィーラーソロというところで、まあ、勝ったかなっていうところでね、これ同点。ね。巨人、高橋。5回99球、5安打3三振、4四球、4失点と。まあ、ちょっと制球不安定だね。ちょっとホームのバランスがちょっ
ょっと悪いから修正しなきゃいけないかなと。まあね、ストライク先行で、ね、変化球何でも投げれますよっていうね、このポンポンストライク取りに行くことによって高橋勇輝の良さが出るんでね、ちょっとばらつきが激しいかなと。ちょっと力感あるかなと。ね、フォームの修正しっかりして立て直していきたいなっていうところです。まあ結果ね、DeNA の2勝1分けで勝ち越しでした。まずはベスト9発表します。ピッチャー、オリックス、山本、126球完投。キャッチャー、西武、森、週間13安打、すごすぎ。ファースト、西武、山川、7安打、2ホーマー、6打点、どすこい。セカンド、ソフトバンク、三森、4試合で7安打。サード、ソフトバンク、栗原、こんなに打つのにバントはいらないぜ。ショート、ロッテ、エイジバリア、スリーラン一発回答。レフト、楽天、オコエルイ、ここからが勝負。センター、ロッテ、藤原、もうレギュラー。ライト、日本ハム、近藤、孤軍奮闘。DH、西武、中村拓也、プロ野球記録更新、22本目の満塁ホームラン、すごいぜ。特別賞あります。オリックス、宮城、ハーラートップ11勝、日本ハム、野村、2発、ホームラン、頑張れ、走塁ミスは気をつけて。西武、水上、新人デビューから14試合連続無失点、パーリーグ記録更新、頑張れ。続いてセリーグ、ピッチャー、中日、柳、147球完封。グッペッチ。キャッチャー、中日、アリエル・マルティネス。コマンダンテ、マヌエル・ビティ・ファハルド体育大学。ファースト、巨人、中島、まだまだ若い。セカンド、中日、水脇、グップレイ。ナイスバッティング、守備もいいぜ。サード、ヤクルト、村上、4ホーマー。ショート、DeNA、森、スピード&積極性。レフト、ヤクルト、青木、日向高校。センター、中日、大島、先週、全試合ヒット。ライト、阪神、佐藤、令和の怪物。特別賞あります。広島、野間、2018年の輝きを、見せてるぜ。阪神、ロハスジュニア、とうとう本物へ。はい、ということでね、お送りしました。今日はですね、ちょっと申し送り事項をやめてですね、ちょっとこの問題に、中田翔、ね、ジャイアンツに、トレードで移籍しまして、日曜日の試合ね、ホームランを打って、ジャイアンツ的には OK と。同点に追いついたと。3連敗阻止と。ね、DeNA に対して、っていうところでね、ありますけど、うーんって思う。ここが。うーんって思う。それでいいんか。うーんって思う。まあでもよ。ここで俺が思ったことは。まあね。前のね、中田のトレードの動画でも出しましたけど、この中田にはね、頑張ってもらいたい。ね。これはもう本当に切に思う。でも、ね。これで本当に思ったのは、あ、これで、じゃあこれがいいとしよう。ね。これがいいとしよう。これがいいんだったら、清田は、やめさせなくてもよかったんじゃないのって正直思います。まあね、まあ清田もね、まあもう一回話を蒸し返すようで、あれだけどもね、今じじいのところでね、頑張ってますけども、まあいわばね、刑事事件を、まあ別にね、中田が起こしてるわけじゃないんであれですけども、法律に違反したわけじゃないんだよね。いわば不倫、まあ家族の問題だよね。で、虚偽の報告。ここがね、問題あった。あとコロナに感染した。ここもね、問題あった。そして、謹慎処分を受けました。確か1月の終わりぐらいから、5月の頭ぐらいかな。だから、2、3、4、まあ3ヶ月ちょいぐらい、謹慎処分を受けました。で、謹慎が明けて、またね、フライデーに、取られて、で、まあ契約解除っていう形になったけども、今回のケースがいけるという形になってますね。だったら、俺は清田辞めさせなくてもよかったんじゃないのかなっていうね。で、まあ今回もね、そうだけども NPB はね、何の発表も、してないんで、もし各球団にお任せでいいんであれば、
なんか人によってルールが変わるっていうのがちょっと納得できないっていうかね、なんかこう、正直に貫いたロッテがね、と思っちゃうんだよね。俺はまあこれがいけるんだったら、じゃあ清田、まあ清田がね、1回目は許されて、やっぱり2回目っていうところでね、まあちょっと問題あったかなと思うけど、でも不倫はね、家族の問題だから、まあ、俺はその時、契約解除になって、まあこれは仕方ないなって正直思ったけども、でも今回のことを見てると、俺は清田、それだったら辞めさせなくてもよかったんじゃないのかなっていうね。まあ大げさなこと言ったらよ。まあ取ってくれるとこなかったかもわかんないけど、トレードっていうところでね、みそぎが済んで、ね、できた可能性もあるし、まあ今もね、頑張ってる。まあそれだったらね、まだこの動画が今日、月曜日出るってことは、もう一回ロッテがね、再契約してもいいんちゃうかっていうね。まだ今なら多分許されると思うんだよね。だから再契約して、ね、任意体じゃないから、もう一回ここで清田と契約して、やってもいいんちゃうかって俺は思うんだよね。ロッテさんどうですかね。まああとはね、このまだ多分トライアウトね、受けると思うんだけどね。もう一回じゃあ清田にもチャンスあげてほしいなって思う。正直まあ俺がね、甘いのもわかるし、野球界そんなんでいいのかっていうね、お声も多分いっぱいあるかと思うけども、俺は今回の件が大丈夫なんだったら、本当になんか、最近、って思ってるのは、じゃあ清田にももう一回チャンスやってほしいなっていうね。まあ問題は問題だったし、でもまあ同じようなことしてもね、クビになってない選手もいい、ね、過去も含めているわけだから、そういった意味では、もう一回ね、清田にチャンスあげてほしいなっていうところもあるし、ロッテがね、まだ期限あるからね、この8月の末までだから、こう思い切ってね、もう一回契約するっていうのも俺は正直ありかと思うけども、まあどうなるのかなと思ってね、まあ、ちょっと、って思ったんで、まあ、賛否両論あると思いますし、厳しい意見もね、このコメント欄に載るかもわかんないですけども、ちょっと感じたんでね、ちょっと動画として撮らせていただきました。さあ、ということでですね、週末、ちょっとね、佐々木家族との夏休みを過ごすためにですね、試合チェックできなくて、ちょっとね、内容的には薄くなってしまったと思いますけど、そこら辺もね、ちょっとご了承ください。佐々木もね、ちょっと夏休み、過ごしたいんでね、子供との時間も大事ですし、というところでね、撮らせてもらいましたけどもね、まあ、もう夏休みもね、終わりますし、またね、今週、しっかりチェックして、行きたいと思います。できるところをね、まだ一回ね、ちょっと子供との休みを過ごそうと思ってて、ちょっとひょっとしたらそこ、見切れるように頑張りますけど、見切れなかったらね、すいません。でもまだね、プロ野球もうあと、本当にね、50試合ぐらい、切るか切らないかぐらいできてますけど、まあ、今後ね、ちょっとね、セリーグもギュッと詰まってきましたし、まあね、パリーグもギュッと詰まってるんでね、今後も面白い展開続いて思うので、皆さんもね、プロ野球応援していきましょう。ということで、今週もプロ野球忘れずに、要チェック。佐々木チャンネル、グッドポイント、お願いしますね。残念ながら何でも答えれるんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。いや会場出たら全部忘れてほしいですよね。その代わりあの出口出たら忘れてください。ぶっちゃけすぎですよね。使いどころが違うんやーって強制送還。